スコーネ県、スコナ LN スコーネ県は、スウェーデンの県の一つで、略号は M。県庁所在地は、丸目。県の面積は11,035平方キロメートルで、2005年、現在の人口は116,919人。人口数では首都を抱えるストックホルム県、ヨーテボリを要するベストライエータランド県に続いて3番目である。また、県庁所在地の丸目市は、 首都ストッカホルム市、ヨーテボリ市に次いで、スウェーデンでは3番目に大きい市。1997年に、かつてのクリファンスタッド県とマルメヒウス県が合併してできた県である。県下の都市、ヘルシンボリからデンマークのヘルシングエー市へのフェリーが出ている。この航路は、以前はデンマークスウェーデンを結ぶ幹線だった。また、マルメ市の北東に位置するルンド市には、 スウェーデンの大学としては、ウプサラ大学に続いて2番目に古いルンド大学が中心となるキャンパスを置いている。マルメ市の東にはイースタットという歴史のある港町があり、ここからフェリーに乗ってデンマーク領のボーンホルム島に行くことができる。デンマーク側からボーンホルム島へはスウェーデン領を通過してフェリーに連絡するバスが出ている。スコーネ県とほぼ位置の重なるスコーネ地方は、 1658年のロスキレ条約までデンマーク領だった。ボームホルム島も同条約は一旦はスウェーデン領になったが、2年後の1660年にデンマークへ返還されている。スコーネ県は地理的にデンマークに近くロスキレ条約まではデンマーク領であった歴史から、現在でもデンマークとの政治的、経済的つながりは他県に比べて強い。 また2000年には、マルメとデンマークの首都コペンハーゲンを結ぶエーレスンド橋が開通し、その傾向が以前にも増して強くなった。現在では、マルメ、ルンド、ヘルシンボリとその近郊は、コペンハーゲンの都市圏内である。エーレスンド橋は、実際には東京湾アクアラインのように、橋の開通後、 スカンジナビア航空のハブ空港であるデンマークのカストルップ空港へも県内各地から鉄道によって比較的簡単に到達できるようになった。スコーネ県とその地理的範囲がほぼ一致するスコーネ地方で話されるスコーンスカはスウェーデンの数多くある方言の中でも聞き取りにくい方言だと言われる。言語学的にスコーンスカはデンマーク語の方言として分類した方が 論理的であるという説もある。スコーネ県下の市の位置、スコーネ県を92県で色分けした地図青色、マルメヒュース県緑色、クリスファンスタッド県スコーネ県下には33の市があり、市の数としてはベストライエータランド県に次いで2番目に多い。ありがとうございます。